海上自衛隊のイージス艦全艦を回収し、トマホーク搭載可能にするとの情報をキャッチしました。今回は、このイージス艦回収計画を詳しく見ていきますね。1蓋式誘導弾改めが、1500キロまで完成するまで、トマホークを搭載、2000キロの射程となり、中国も恐れるイージス艦へと変貌しますね。中国とロシアは、信用できない国へと変貌しまし、日本がもう一度立ち上がる時が来ましたね。2022年12月23日に、日本の現在の岸田政権は、来年度2023年度の防衛予算案の総額が約6兆8219億円となることを示し、ここには、在日アメリカ軍の再編用のコストも含まれるものの、2022年度の当初予算から、2割6分以上の増額を打ち出した。すでに、12月に入って改定された国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連3文書において、大幅な防衛費の増額方針を打ち出してはいたが、改めて、その推進を認識させる金額が提示された形である。最終的には、来年2023年の通常国会において、承認を得る形で、今回の防衛予算案が実行に移されるという政治的な過程を経る必要はあるが、与党の自民、公明両党が多数を占める中での国会通過は問題なく行われるだろう。これまで報じられてきた通り、来年度の2023年度から2027年度までの5年間の日本の防衛費の総額はおよそ43兆円と見積もられており、この額は今の水準に比して、およそ6割増しにも相当し、2024年度からの増税も視野に入れている。昨今の日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化から、防衛費の増額そのものについては、支持を表明している保守層にしてみても、大幅な増税で防衛費を賄う方針には、異論を唱える意見も多く、今後もその是非は問われそうだ。今回の安保関連3文書で打ち出された日本の防衛方針の変更は、敵の対空ミサイルの射程距離外からの攻撃を可能とするスタンドオフ能力の拡充、中でも昨今は反撃能力と呼ばれているミサイルの配備に重点が置かれている。これらの反撃能力と呼ばれる兵装の代名詞的な存在となっているのが、現在は陸上自衛隊が南西諸島の離島にも配備を進めている1蓋式地対艦誘導弾、その改良型であり、能力向上型と呼称されている国産のミサイルである。この1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、現行型が約 200km 弱とされる射程距離を大幅に延伸し、まず約 900km へ、そして、最終的には、約 1500km にまで到達させるという目標が掲げられている。同時に、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型では、こうした射程距離の延伸に止まらず、発射母体も、現在の送輪式車両に加え、航空に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型、さらには、潜水艦にも搭載することを想定して、開発が進められている。今回、こうした1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と量産化には、およそ1277億円の予算が投じられ、以後の陸海空のすべてで運用可能な国産兵装とする予定だが、最短の陸上用の配備も、2026年度までは、期間を要する見込みだ。また、尖閣諸島をはじめとした、南西諸島の島嶼防衛用に必須とされている高速滑空弾の開発にも、今回はおよそ2003億円の費用が投じられることとなっており、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型とともに、必要兵器の国産化を進める方針である。
ただし前述したように、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の配備は、現時点では、急いでも2026年度と見込まれるため、そこまでの代替手段として、アメリカ海軍の主力の対地攻撃傭兵層である、トマホーク巡航ミサイルの調達も予定されている。このトマホーク巡航ミサイルの調達には、およそ2117億円の予算が組み込まれており、当初、この話が持ち上がった時点では、約500発を目安としていたが、予算上では、それを少し下回る数での調達となる模様だ。今回、日本が調達に動いているトマホーク巡航ミサイルは、射程距離がおよそ1600から2000キロメートルに達するとめされている最新型のブロック5であるとされ、本体及びキャニスターを同時に入手する予定だとみられる。今回のトマホーク巡航ミサイル用の調達予算のおよそ2117億円をざっくりと500発で割って考えてみれば、一発あたりはキャニスター込みとはいえ約4億円を超過しており、単体で一発2億円程度と見られていたことよりは高額ではある。日本ではまず海上自衛隊のイージス護衛艦へのトマホーク巡航ミサイルの配備を想定しており、その完了後には通常の護衛艦への配備も検討しているとされ、マーク 41VLS 垂直発射艦を装備する艦艇であれば、すべて候補になり得るのだろう。こうした費用的な面に着目した場合には、トマホーク巡航ミサイルの調達は、決して安価な投資ではないと思えるが、現岸田政権の浜田防衛大臣も、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発のリスクヘッジであることを認めるコメントを出している。確かに、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発が、現在の想定通りのスケジュールで実際に進むのかは、誰にも断言できない領域の話であり、ましてや、実戦経験が、外務の日本の自衛隊にとって、実績の豊富なトマホーク巡航ミサイルは心強いと思える。さらに、今回の予算案全体では、およそ8283億円と、従来の3倍以上に相当する弾薬の調達も打ち出されており、長期化、膠着が予想されているロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにして、弾薬の備蓄を強化する方針が顕著である。加えて、戦闘機をはじめとする航空戦力の維持とメンテナンス費用に約2兆355億円と、これも従来の8割増に相当するの巨額の費用を投じることが予定されており、有事の際の航空戦力の継続性を高める方針を示している。ここまで記述してきた防衛予算案の中でも、この航空戦力の維持とメンテナンス費用の約2兆355億円は、項目別の金額としては、軍を抜いて高額であり、島国の日本の防衛にとって、航空戦力の維持が優先されていることが伝わってくる。こうした防衛予算案の概要のマスメディアからの報道を受けて、そもそも、日本の防衛予算の増額を快く思わないであろう人々からは、勝手は、敵基地攻撃能力と呼ばれていた反撃能力やトマホーク巡航ミサイルについての批判が噴出している。それは反撃能力については、そもそも日本の自衛隊がそうした能力を備えることは、これまで掲げてきた専守防衛の理念に反するといった、いわば政治的で空虚な理念や心情から出された言葉でおり、いわば単なる軍事機費に過ぎない。また、具体的な兵装としてのトマホーク巡航ミサイルについては、その実用化が1980年代であることを根拠に、すでに40年以上も前から存在する兵器であり、今の時代には古すぎて有効ではないという論調も見受けられる。しかし、
トマホーク巡航ミサイルのブロック5は、当のアメリカ海軍であっても、2020年12月に試射テストを実施した最新鋭の兵装であり、今現在も SM6 や NSM、ネーバルストライクミサイルと並んで中核をなす存在である。これは、中国軍が1990年代に配備を開始した準中距離弾道弾であるディフェンダー -21 ミサイルが少なくとも射程距離 2000km 以上を誇り、中国に接近するアメリカ海軍の空母打撃群などを攻撃可能としていることへの有力な対抗手段と言えるからであろう。日本でも反撃能力としてトマホーク巡航ミサイルを考えた場合、その速度は亜音速に過ぎず、敵の対空ミサイルで容易に撃墜されてしまうとの批判が行われているが、そもそも万能な兵器など今の時代でも存在しないと言ってよい。トマホーク巡航ミサイルをアメリカや日本の艦艇が装備するということは、仮想敵国である中国はその攻撃を受ける可能性を考慮して防空体制を敷く必要があり、そこに敵の戦力を分散させる効果が生じることを意味し、